方チャンネルの愛とダンさんです。本日はちょっといつもと違うような感じの企画をお遊び企画といいますか、ね、やっていきたいと思います。今回企画としてやっていくのがお絵描きバリグッドくんという言葉を入れるとそれをイメージした絵を生成してくれる AI が AI の画家さんということでですね、時代は進んだもんですな。そうですよ、利用規約とかがあるので一応そういうのを読んだ上で今回やらせていただきたいと思います。例えばどんな感じの絵ができるかっていうと、愛が僕をイメージした言葉を入力してくれました。おもながな40歳男性、鼻が高い、顔の輪郭がシャープ、目が大きい、日本人で醤油顔、青ひげ濃い、肌が綺麗で、おでこが広いって書こうとしたら間違えて、おでこでもうエンターを押しちゃってそのまま送信してたんで、ちょっとおでこっていうキーワードを入れちゃったんですけれども、その言葉を入力するとこんな画像ができました。はい、青ひげ、そっちの青ひげかっていう方向に行っちゃったんですよ。 AI だから本当言葉通りになってしまうっていう感じなんですけど、デコってさ、間違えてそうなのか、携帯になって全部おでこになっちゃって、まあでも鼻は高そうだし、雰囲気はもしかしたら似てるのかなって。私の特徴をアンさんが入れてくれたんですけど、つぶらな目、黒目がち、卵型の輪郭、日本人女性、色白、口が小さい、茶髪、まつげが長い、二重まぶた、こういう風な言葉を入力するとこんな感じの画像ができました。はい、まあ、なんかちょっと現実よりもちょっと可愛い感じになっちゃったんですけど、だからこの人とこの人が夫婦なわけですよね。そうです、ちょっとやばいみたいな、なんかちょっと犯罪チックな感じを感じるぞっていう感じなんですけど、こんな感じで言葉を入れるとその言葉から連想したものを作ってくれるというような、そういう AI のね技術らしいですね。浜田翔吾さんって出したらどうなのかなと思って、浜田翔吾って入れてみたらこんな感じのガオッて入れてこういう名詞入れてもしゃあないんだっていう話だよね。そうですね、浜田翔吾さんっていう風に入れても なぜかこうなってしまうっていう、ちょっと謎すぎるみたいな、だからどっちみたいな、どういうことみたいな。でこれを使って何をするかというと、より浜田翔吾さんに近いものをちょっとやってみようかなというような、一体どこまで忠実に再現できるのか企画で検証していきたいと思います。まず言葉を選ばなきゃいけないんですけど、はい、より浜田翔吾さんっぽくなるように言ってるだけなんで、そこを了承してくださいね。まずシンガーソングライター、タンクトップ、タンクトップ、まあ、昔はそうだよね。あとはおでこにバンダナ、あとサングラスを、サングラス重要ですね。細マッチョ、そうだね。日本人男性、日本人男性、外国人になってしまいますからね。ちょっと80年代の浜田翔吾さん意識しましょうか。30代日本人男性、ああいいですね。あとは何だろう、鼻筋が通ってる。その頃の髪型っていうと、でも結構普通のちょっと襟足長い感じだよね。黒髪で襟足が長い、短髪じゃないもんね。あとなんかあるかな、ギター抱えさせとく、あ、ジーンズ、タンクトップというよりじゃあ T シャツにしておこうか、白い T シャツでもこんな感じかな。そうね、こんな感じである程度浜田翔吾さんのイメージっていうのが出てるからね、うん、80年代ぐらいの浜田翔吾さんっていう感じで、ちょっとこれで送信しています。ウェどうかな、あーあーけど昨日の画像には浜田翔吾さんっぽくはなってるかな。そうですね、ただちょっと顔がちょっと怖いけど、でもなんとなくまあそうだよねっていう感じには、浜田翔吾さんっていうより芸人の田村健さんみたいな感じの、あ、そうだね、田村健さんみたいな感じで、あ、なるほどね、これをねやっていくっていう評価の気になります。今の浜田翔吾さんでやってみて、ダンディーな日本人男性、今69歳ですね。69歳、紳士的、グレーヘアで、サングラス、足が長い、鼻筋が通ってる、あとは顔が小さい、顔小さい、顔小さいなと思った、うん、最近そうね、確かに最近顔小さくなってるかもしれない最近顔小さくなってるかもしれない前から顔小さいんだけど、うん、実際に見てなんかやっぱ顔小さいなと思った。そうね、細身、歌っている、送信、現在の浜田翔吾さんの絵がこちらですね。おう、
おじいちゃん。ちょっと結構おじいちゃんだな。おじいちゃんになっちゃったな。しかもなんかグレーじゃないんだよね。黒と白でなんか混ぜてグレーにしてくださいって言われて。サングラスでかい。いやちょっと69歳にしてはちょっと結構増えすぎた気もする。80代から90代以上って感じだ。なんか浜田省吾さんが若すぎるのかもしれないけど。まあ確かにダンディーやけど。ね、紳士的なのかもしれないけど、なんかクルエラみたいな髪の毛。ちょっとさっきの方がまだ近かったかもしれない。確かにね。サングラスでかいな。うん、なるほど。こういう感じなのね。浜田省吾さんが多分。AI には判断できないぐらい若々しい。若々しいんだね。僕らが AI に書いてもらった浜田省吾さんがまあ書ったんだという感じなんですけど、ね、これアルバムジャケットとかのイメージとかも入れれるんかね。うん、入れられると思う。 J-BOY とか。あー確かに分かりやすい。ちょっと試してみ。 J-BOY、サングラス、日本人男性、かっこいい、白黒、横顔黒髪、センター分けっぽい。ちょっと眉毛がたくましいかな。眉毛がたくましい。 J-BOY の30周年記念のやつの写真見て分かったけど、上半身裸。あ、上半身裸。あと写実的とか。あ、そうね、写実的。じゃあこれ見てみます。じゃあ、はい、AI が焼く J-BOY がこちら。おお、結構すごいの。結構いってるね。誰って感じはするけど。誰はあるけど、イメージは。今までで結構いい方じゃない。一番こう近づいてる感じがするね。ね、いいじゃん。いいよいいよ。写実的って入れてよかったのかもしれないね。写実的いいな。え、ちょっといい雰囲気になってる。もうちょっと分かりやすい、あの、アザーズさんですか。アザーズさんはね、日本人男性、赤シャツ、細マッチョ、黒いギターを抱えているか。抱えているやったらこれだから、ギターを抱きしめているじゃない、表現としては。おでこにバンダナ。おでこにバンダナやね。髪型これどこ表現したらいいんだろう。どうしたらいいの。ているけど、まあ、襟足は長いよね。端正な顔立ち。難しいね、確かにこれを言葉で伝えるのって。サングラス、これも写実的で写実的、そうね。じゃあちょっとこれでいってみます。じゃあ AI が描くファザーズさんのジャケットがこちら。おう、ちょっと待って、ちょっと どこ行った。ちょっと待って、これ気に入って。唇割れすぎじゃない？唇、ヒゲどっから来たんやろ。待って、赤いシャツって言ったのに赤いサングラスになってるんだけど。バンダナもないし。バンダナないな。ヒゲどっから出てきた。ギターどこ。ファンシーな顔立ちじゃない。いや、まあ、ちょっと この方が誰かをモデルにされてたらちょっと申し訳ないけど。違う、ギターもないし。なんかいろいろちょっと混ざっちゃったのかもしれない。なるほど。あの、次は俺がイメージして打つから、うん、何のジャケットをイメージしたやつかっていうのをちょっと当ててみて。わかりました。なにこれ、めっちゃドキドキするんだけど。私わかるかな、ちゃんと。不安。ドン。はい、これ何の画像。あー、もうこれはね、当たりです。これ結構言ってるね。俺が打った言葉がピンクシャツ、非常階段に座っている、自分を抱きしめている。うん、うん、でサングラスで日本人男性、かっこいい、スニーカーを履いている。あのスニーカーは隠れてるけど。え、でもこれ結構再現できてる方かもしれない。これファンだったら、ああ、これ見て多分分かると思 う、結構ピンクのシャツでも一瞬でああって分かるよね。あ、特徴的な。うん、なるなる。あ、これはまだ全然再現されてる方。さっきのファザーズさんがさ、ちょっと過ぎたっていうか、全然再現されてなかったもん。じゃあ次、アイがやってみて、俺当ててみるから。分かった。どうしようかな。ぜひぜひ皆さんも一緒に考えてみてください。こちらです。あ、これかなり特徴的な。皆さん分かりますよね、これ。青空の扉。そうです。アルバムのジャケットになります。おー、なんて入れたの。天使の、あ、確かにね、青空、天国みたいな場所、賑やかで綺麗な場所。確かにね、これすごい雰囲気、今までで一番捉えてるかもしれない。これもう、あってなるでしょ、うん、もうこの天使と青空があったらもうってなるじゃん。これ結構良かったかも。今までのこうやってきて、うん、なんとなく俺らも AI にこれ言ったらこう来るなっていうのを学んだ上で、最後に浜田省吾さんを描いて終わりにしたいと思います。はい。うわー、どうだろうな。とりあえずサングラスは必須やったけど、サングラスをかけた日本人男性、これはかっこ
っこいいとかイケメンとかって書いちゃうとなんかワイルドになっちゃったりとかすんだよね。あーそっかそっか。小顔輪郭は確かシャープかな。小顔で輪郭がシャープ。白シャツを着せてみるか。いや白シャツじゃないか。最近の浜田翔吾さんとかはジャケットやったね。ジャケット着せてみる。ジャケット着せてみよう。髪の毛どうしようか。さっきの白黒ちょっと嫌やから黒髪の感じでし、うん、黒髪髪の毛を流している。前髪を流している。細まっちゃう。紳士的。紳士的やね。写実的。あとは何だろう。浜田翔吾さんのもうこれで、あ浜田翔吾さんだって思えるような絵に仕上げないといけないからね。ギターを持っている。ギターでもいいかも。ギター、ね、最初ギターでギター持ってたからね。ロック歌手。いやロック歌手は危ないな。ロックって言うとロックって言うとこかどうかな。いやこれでちょっと AI のやり方が分かってきた僕らが聞いてもらった浜田翔吾さんこちらです。反応に困る感じではあるけど、理想やけど。そうだね。確かに前髪流してるけど。流してるね。輪郭シャープでジャケットを羽織ってますね。ギターロックは多分ギターとかロックとかやってそうな人っていう感じな感じだね。まあまあでもまあまあこのあのひげあたりが多分ロックな感じ。なのかもしれないけど、まあ浜田翔吾さんではないまあでもあのめちゃくちゃおじいちゃんよりは絶対こっちの方がいい。なんだろう、ベーシストみたいな感じ。難しいなそうっすねっていう感じで、今回は追いかけバリブトクっていう、まあ、AI 画家の、まあ、LINE でアカウントがちょっとあるのでお友達になってちょっとお絵かきをしてもらいました。皆さんもこれぜひ試していろんな言葉を駆使して、うん、より浜田翔吾さんに近い絵を描いてツイッターとかに上げてもらうとね、そうそうまた盛り上がるのかなと思います。1日10枚までが無料らしいので、家族とかの似顔絵をちょっとね AI に描いてもらったりとかで、またそれも話のネタになるかなと思いますので、よかったらお絵描きバリブとか友達になってみてください。今回はちょっとこういう感じで遊びに近いような感じで進めてまいりましたが、まあ、たまにはこういうのもいいかなと思いまして、いかがでしたでしょうか。この動画良かったよという方ぜひぜひグッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。ハイサトの部屋アンさんの古本というのをやっておりますので、ぜひぜひよかったらこっち概要欄の方から遊びに来てみてください。インスタグラム、ツイッターもやっておりますので、こちらの方もぜひぜひフォローの方よろしくお願いいたします。では次の動画で会いましょう。